テレビアニメ恋愛暴君オーディオコメンタリー恋愛暴言、冒頭お試しはこちらから。皆さんこんばんは。テレビアニメ恋愛暴君グリ役の青山芳乃です。愛の政治役の小野健翔です。愛の赤役の高橋理恵です。はい、この番組は現在毎週木曜深夜2時35分よりテレビ東京 BS ジャパン他にて好評放送中のテレビアニメ恋愛暴君の中でも私たちが選んだよりすぐりの話数をベストセレクション的に恋愛暴言のコーナーとしてオーディオコメンタリーを交えて配信していこうという番組企画になっております、うん、今回は第2回目になります、うん、今回は私と小野さん、そして高橋さんでお送りしていきますよ。お邪魔します。今回はですね、2017年4月20日に放送されて、うんうん、各方面から大絶賛された大絶賛された第3話私一人でなんとかできるチョリースをお送りします。普通にアニメを見たい方は配信や6月30日発売のブルーレイでぜひチェックしてみてください。ということで、もう早速オープニングが始まってますけども、始まってますね。今回アクアは、はい、もう私アクアに関して喋るのが今日初めてなので。そうなんですね。そうなんですね。前回で青山ちゃんが初オーディオコメンタリーを終えて、あ、そうなんですね。そうなんです。いやー、頑張りました。そうなんですね、頑張ったね。頑張る。なんかほんとテンポが早いから、うん、もう喋ってる間に過ぎてくっていうのが頭がこんがらがっちゃって、うん、大変。あ、でもそれ言ったら、あのゆずちゃんだって初めてなんじゃない？いや、ゆずちゃんでも落ち着き払ってましたよ、本当に。大変、うん、してた、ね、でも2人ともやっぱこの現場の2人がすごいんですよ。グリユズの2人がなんかどっしりしてるんですよ。いや、なんか本当になんかこのやっぱ作品におけるポジションであるのがやっぱ納得するぐらいに、いなんかもう、ね、あの自分たちはここがなんか一番輝くところっていうのを分かってるっていうのをやっぱ隣で私は感じてるんですよ。いや、そんなことないですよ、本当に。もういつもいつもそんな助けられてます。そんな卑屈な感じだっけ。助けられてますよ。さあ始まりました。ここ、わー、来た、来ました。おー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 、ここまで湯気がわざとらしいっていうのはなかなか、ね、わ、湯気います、ね、湯気っつうか雲雲か。もしかして動くたびに雲も一緒に動いてくれますからね、上下左右に。これがもうテレビアニメあるあるですよ、うん、素晴らしい。グリこそやっぱこう使いこなしてますね。使いこなしてるな、うん、いいアングル。ここ湯気、湯気気になるんですけどタオルで隠せばいい。ほんと、あ、光まで、ある、この光よくある。お、操ってますね。私ちょっとさっきのアクアの下からのアングルでスパッツ履いてるんですよ。そこもちゃんと注目してほしいなと思います。アクアのスパッツ、うん、あのスパッツね。なるほど。